皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはマニアオタクが急浮上、コロナ禍時代を生き抜く教室業の新常識ということについてお伝えしていきたいと思います。今日の内容はマーケティングとかっていうよりは、どちらかっていうとコラムに近い形のお話、ちょっと私の過去のお話も含めて、教室業の先生に対する、コンサルタントの立場としての私の思いっていうのもちょっと今日はざっくばらんに伝えてみようかなと思ってこちらの動画を撮っていますので、よかったらお付き合いください。はい、まずですね、本題に入る前にちょっとね、私の過去のお話を今日はしてみようかなっていうふうに思っているんですけれども、私コンサルタントになる前に、パン教室を開講してましたっていうお話は、本にも書いてありますし、私の動画でも割と頻繁にそういうお話はしていますね。要は教室業のコンサルタントになりたかったからパン教室を運営して、いい状態に軌道に乗せた事例をもってして自分がコンサルタントをやってるっていう、そのためにパン教室があったっていう形なわけなんですけれどもね。で、さらにその前の過去っていうところを紐解くと、もっともっとずっとずっと前です。小学校とかって言えばいいんでしょうかね。幼稚園とかでもいいかもしれない。それぐらいのずっと昔の記憶と私のその子供時代と、食との関わりの時代ですね。そこもちょっとお話をすると、なんで私が教室の先生を救いたいと思ってるのか、その仕事がどんなに素晴らしいことなのかっていうことの根底の気持ちが伝わるかなと思って過去の話をするんですけど、子供の頃ですね、私いろんなものを勉強もそうなんですけど、割と努力をすれば大体のことはできたりとかする人だったんですよね。ただ一点だけですね、昔からすごく苦手な領域だったことがあるんです。それが実は食の分野です。だからなんで苦手だったかっていうと、母が仕事を、うちは貧しかったので掛け持ちでやっぱ3つぐらい仕事を持っていて、朝の、7時ぐらいに家を出て行って、その1個目の仕事を2時とかそれぐらいに終わるのかな。でそこから2時6時6時10時とか、なんかすごい働き詰めの生活をしていて、ほとんどだから私たちは家、私が小学校2年生の時に5歳離れてるので、弟が2歳とか3歳とかっていうことで、弟の面倒を私が見ていたんですけれども、食全般もですね、大したことはできなかったです。今の時代だともしかしたら虐待とか騒がれちゃうような話なのかもしれませんが、焼きそばを焼くのに火使って、台所でですね立って焼いたりとか、野菜を切るのに包丁を使って切ったりとか、あとはお弁当クラブ活動みたいなのを野外のものを、野外っていうか学校外のものとか参加していったりとかもしていたので、そこのお弁当とか母には作ってもらえなかったので、おにぎり、ご飯と海苔で中に梅干しか鮭入れて握って、それを握ったやつを持っていくみたいな形で、食っていうことに関しては非常にこう貧しい、食のそのお金がっていう意味じゃなくてバリエーションが貧しい生活してたんですよね。だからコンプレックスだったって言っても過言ではないです、食の分野に関しては。どういうことかっていうと、例えば、学校でね、小学校でバレンタインの時とか、特にあげる人とか別にいなかったんですけど、バレンタインとかなんかいろいろ楽しい行事があるじゃないですか。そうするとなんかみんなが、お母さんに教わってクッキーを焼いたとか、パンができるお母さんっていうのは少なかったけど、でもこういうものを作ったとかで、なんか
子供会じゃないけど、みんなでその誰それちゃん家に遊びに行くとかっていうと、お母さんがそういうおもてなしでお料理とかを出してくれるっていう、そういうところに参加した時に、あ、一般的な家庭ってこういう料理が出てくる家っていうのがあるんだみたいなのを、子供心ながらに、あ、うちって普通じゃないんだみたいな。まあ、教えてもらうっていう時間もなかったし、習うっていうのも言うのもね、申し訳なかったし、見よう見まねで、まあ、作ってたりとかはしてましたけど、好きでやってたわけじゃないので、食べるためと生きるためにお腹が減るからやってたっていう感じで、食にだからものすごく興味は持っていなかったし、そもそもこの出だしで自分ができてないところでスタートしちゃってるから、同級生とかいろんなことをお母さんとかから聞いて知ってるんですよ。私お菓子も作れないし、料理とかも全然できない状態だから、調理実習とかでもみんなの方が普通にできる状態だから、他のことはなんか努力すればどうにかできてたんだけど、食の分野だけはそもそもスタートラインが違うみたいな そういうコンプレックス領域のものが私にとっての食の分野なんですよね。まあ、なのになんで食の方のね、行ったんだっていうのは、もう本当に私としてはもう苦手に挑むみたいな形の分野ではあったのが、食の分野へ飛び込むっていうこと、しかもそれで人様に教えてお金をいただくっていうことを選択するんだっていう時には相当勇気がいりましたけどね。まあ、それが一番手っ取り早かったから選んだっていうところではあるんですけれども。だから小さい頃の私にとっては、他の人よりもできない分野で、かつ学ぶにしても皆さんと差がつきすぎてる状態から学ばなきゃいけないっていうのが苦痛であるものが、私にとっての子供の頃の食の記憶なんですね。美味しいとか楽しいとかより、生きていくためにお腹を満たすために食べるっていう感じだったので、まあ、ちょっと本のどっかにも書いたことありますけど、7日間卵かけご飯だった時ありますからね。白ご飯炊いて、生卵を上に割って醤油ちょっと垂らして混ぜるだけみたいな卵かけご飯ですね。これさすがにね、7日間食べると飽きますよ っていう感じとかね。それこそお弁当とかっていう、給食がある時にはもちろんいいんですけど、給食じゃない時とかに、みんなのお弁当箱が、お母さんがね作ってくれたお弁当、私は当然自分で作るんですけど、そのお弁当を作るっていうのが一体何をどうしていいのかがわからないから、日の丸弁当ですよね、そこに唐揚げポイポイって入れて、まあ、以上みたいな感じ でやってた時に、なんかタコさんウインナーとかイカさんウインナーがとか、なんか華やぎがあるよね、でのり玉がなんかこうキャラ弁みたいになってるようなね、同級生のお弁当とか見た時に、あ、お母さんってこういうのもやってくれる人なんだみたいなのを思ったりとかして、だから食っていうものに対してはすごく憧れもあった反面、劣等感とコンプレックスの象徴でもあって、その領域じゃないところで私はずっと生きてきていたっていうのが、まあ、まず小さい頃の私の記憶なんですよね。で、その日本ニーダーっていうパンニーダーというパンをこねき扱う、会社に転職で入った時に、まあ、事業部長で入ってるわけなんですけれども、それは結局そのパンニーダーという機械をマーケティング的に全国に広めるっていう、そういう事業として面白いな、世にないものを広めるっていうのが面白いなと思って入ることにしたんですけど、パンなんですよね。だから食かみたいな感じ。食の領域って私苦手な領域なので、だからまあでも覚えるかと思って、まあそれで必死に、まあ仕事としてやるって決めればもうスイッチがそのように入るので、ものすごいマニア度を発揮して、まあ頑張るわけですよ。で頑張って覚えて、もうその知識の量って言ったら半端ないですね。いろんなところの公募会社の社長と直接話をしたりとか、担当営業部長とか開発事業部長と話をしながら、それがどういう成り立ちでできているのかっていうのを知った上で、ニーダーとの特性をお伝えするっていうお仕事をやっていたので、マニア度は発揮されるわけですよね。そういう突き詰めて仕事をやっていく。で、その時に触れ合ったのがパンだったっていうことで、その知識を持ってして教室を開業してるわけなんですけど、だから私の小さい頃からの記憶は、
食はコンプレックスだったっていうことですね。苦手分野。本当に残念なぐらいに苦手な分野です。だから調理実習とか嫌でしたよ。包丁とかどういうふうに使っていいかわからない。みんながお母さんから習ってるのが当たり前だった時代、今の子たちはね、私のもしかしたら小学校の頃に近いような生き方をしてるんだろうけど、お母さんがそばにいないのが当たり前だったので、そういう生活をしてたっていうのが子どもの頃の食の記憶ですね。だからこそ逆に言うとですね、その食とかそういう、教室全般そうなんですけれども、そのお母さんがその子供に何かを教えるきっかけになるとか、豊かな、食事を提供する、でその技をもってして子供と触れ合う時間を作ることができるっていうのはすごく豊かなことだなというふうに思っていて。で、それを提供する教室の先生っていうのは、私はすごく尊敬してます。リスペクトしてるっていうことですね。なぜならば、私って何でもできるし、何でもできない人。何でもできないけど何でもできる人なんですけどね。要はジェネラリストなんですよ。スペシャリストな人じゃない。教室業とかも10年とか続けてる先生ってすごいなって思います。10年同じことできないタイプの人なんで、私は 飽きてしまう。だからマルチタスクで4個とか5個とか事業展開を同時並行で走らせる方が向いてはいるんですけれども、その人間の根源、欲求ね、三大欲求の、一個の、食欲、睡眠欲、性欲ですか。そのうちの食欲の部分をね、担う、とても重要な部分である、食の教室業の先生とかっていうのは、もう本当に頭の下がる思いで、尊敬をしているんですよね。だからこそ、やっぱり、教室として廃業してほしくないんですよ。どんな状態になっても生き抜くっていう決意でやっぱりやってほしいなっていうふうにね、思ってるんですよ。で、それはもちろん生徒さんのためっていうのもあるし、その食とかの素晴らしさをお母さんが子供に伝えるっていう意味でも、お母さんがその食を知っていて、でそのお母さんが時間をちゃんとね、子供に向き合う時間を作ることができて、豊かな食生活を作ってあげられるっていう、その環境を担う一つの一助となる助けになっていること、お職業をやられているのが、教室の、特に私の部門は食の先生が多いので、料理、パン、お菓子、どれもやっぱり人生を豊かにする上での食っていう欠かせない部門を提供していくね、素晴らしい職業だなっていうふうに思っていて。でもちろん広く教室業っていうと雑貨の先生とか他のね、ハンドメイドとか心理の方とかもいろいろいらっしゃるんですけれども、健康維持っていう意味ではね、ヨガとかそういった先生もいらっしゃるんですけれども、要は、どれがどういう状態であっても、その習う方がね、独身の方は独身かもしれないし、私はちょっとメインはお母さんかなっていうのは思ってはいるんですけど、お母さんが心豊かに、何かをね、習って作っていくっていうことで、それによって子どもへの影響力っていうのが非常に大きくなるよねって思って、だからお母さんには心豊かにいてほしい。っていうことは、そのお母さんに技とか技術とかを提供する先生も、心豊かでいてほしいなっていうふうにね、思っているんですよ。だから切に願うのが、いろんな逆境とか、今回のようなコロナ禍のような、世間的に状況があっても、先生がその生き抜くっていうふうに決めるのであれば、何でもできると思ってるんですよ。苦手なね、パソコン作業とか苦手な動画とかいろいろとあるけど、それをしなければ生徒さんと出会えないっていうんだったら、覚えてもらうしかないなっていうことが一つと、特にあとオンラインになった場合っていうので、考えているっていうか、最近感じているのが、もうグローバリズムになるので、日本全国、全国で比較される感じになってくるんですよね、オンライン化してくると。そうすると、ますます教室の特徴ないしは先生のお人柄っていうのが
結構大きなポイントになってくるなっていうふうに思っていて、だからマニアとかオタクがね、私はこれから流行ってくると思うんですよ。だからもう専門家、プロフェッショナルである先生がよりこう際立つ世界になるというふうに思っているんですね。だからよりこう自分の特徴をですね、それがそのマニア的な部分とかオタク的な部分をむしろフォーカスして外に出してほしいなっていうふうに思うんですよ。変じゃないって思うのがもう変でなくなる時代がもう突入してきてるので、むしろ常識的におとなしく生きてることの方が目立たないし、見過ごされるし、届けるものが届かないので、私はね、オタク上等マニア万歳っていう感覚 ですよ。だからそれをこう突き詰めながら楽しく外に出していく、それによってそれを見つける生徒さんも楽しんでもらう、でそのお母さんとかが楽しむと子供も多分幸せになれます。で特に食の場合には、豊かな食っていうのを覚えてもらうきっかけとしては、楽しい先生からね習った楽しいお母さんは楽しく子供に多分伝えるはずなので、私の子供時代の食は、まあ、結構暗黒な ダークな感じ 感じのね、食生活だったと思いますし、食を触るその分野を扱うっていうことは私にとってのとても大きなコンプレックスだったので、そういう子供がね、少しでも減って楽しい人生を送れるといいなって思っているんですよ、子供の頃思うにね。でもじゃあそんな子供でも大きくなって、まあそういう先生を助ける職業を選んでるわけですから、世の中どうにかなるかね、分かんないじゃないですか。だから何やオタクな自分のこう趣味主義主張もうその全開で人の目とか気にしてる場合じゃなくてですね、それをこう喜ぶ人がいて、その人とつながれればいい、もう全国バージョンですから、近所の人じゃなくて、だからそういう発信をしていくっていうことが、今後の時代2020年以降ですね、教室業として新たな展開を迎えて生き抜く場合の新常識になる。だからもっとね、マニア道とオタク道を極めていいなって私は思ってます。そういう教室の方が多分全国版で見た時には光るものが多くていいような気がします。だから私の場合にはジェネラリストなので何でもできます。できるけど突き詰めたスペシャリズムはないんですよ。十何年とか20年とかやってるのは趣味の世界でしかないですから、写真とかはやってますけどね、長期間20年近くやってますけど、それは仕事じゃないので趣味の世界だからっていう感じでね、やっているので、それをできてるっていう自分をまずは褒めていただきたいなっていうことと、それは決して廃れることなく伝え続けなくてはいけない、ご自身がそれを好きでやってらっしゃることであればね。で、ひいてはお母さんを伝わったとしても、その心豊かに生きていく子どもたちにぜひ伝えていただきたい。まあ、孤食っていう言葉もねありますけど、孤独の孤に食って書くんですけど、そういう子どもたちを少しでもね減らせるといいなって思う、使命ある仕事をやられているのが教師の先生だよねっていうふうに思うので、食じゃない先生じゃダメなんですかって言ったら、いや、食じゃない先生だってハンドメイドをお母さんが習って、それを子供に伝えるっていうことで、子供とね何かを作り出す喜びっていうのを得ることができるから、まあ、教室業なんでもいいんですけど、教室業っていうのはもちろん趣味でやられてる方はもちろんそれで楽しくやったらいいと思うし、お仕事でしっかり残して自分の教室の存続等を残してやっていく方は、やっぱコロナのね、こういう逆境に負けたらいけないというかですね、むしろ私はすごいチャンスだと思っていて、これだけ皆さんが自宅に引きこもるわけですから、オンラインっていうような技術と技を身につければ、むしろ全国的に広がるチャンスがあるので、業界的には非常に伸びる業界だと思ってます、教室業と、あと資格発行系のビジネスは。
なんで、チャンスの方だと思います、どちらかっていうと。だから、そのチャンスをつかむためのスタートラインと土台に立つために学ばなくちゃいけないスキルはあると思うんですけれども、それは届けたい人がいれば何ら問題なく乗り越えられることなんじゃないかなと思うので、もっと楽しく自由にやったらいいなというふうに思いますよ。マニア度、オタク度極めて。その方がむしろ選ぶ方としては選びやすいし楽しいから。なんで辛い思いをしながら続ける必要はないから、まあこういう時代になったら逆にそぎ落とされて自分が本当にやりたかったことに注力をして展開していく。だから辛い思いしてやることはなくて、楽しいことをやるために必要なことはやんなきゃいけないっていうだけのことなんで、それを選択できるだけ幸せですよね。選択できないで亡くなっていく方も当然いらっしゃるわけで、どの時代のどの状況においても何かしらの喜びを見つけるっていうのは自分の心の中にあることなので、楽しくねやっていくっていうことはそんなに難しいことではないと思っています。飲食業は大変です。教室業はチャンスだと思いますね、どちらかっていうと。だから自分がそのチャンスだって思うところに目を向けられるかどうなのか、お先真っ暗だと思って停滞するのか、いくらでも可能性はあるよと思ってどんどん動けるか、ここで二極化するなっていうふうに思っているので、私は皆さん、この動画を聞いている皆さんには後者の方であってほしいなっていうふうに思っているので、コラム的にこのメッセージをお伝えすることにしました。私の心情は非常識に生きていくっていうことを決めていますので、非常識に頑張れる先生をこの時期だからこそ心から応援したいというふうに思っていますし、私はその一つのことをね、極めるっていうことをやられている先生方を本当に心から尊敬していますので、ぜひ今の状況に負けずに頑張っていただければというふうに思います。私も精一杯のバックアップをさせていただきます。みんなで頑張っていきましょう。それでは。